わーわー、お風呂だー。あれ、かわいい。あー、かわいい。お、おいい湯だなー。みなさん、こんにちは。ひまわりチャンネルのぼーちゃんとおーちゃんです。今日は七色の綺麗なお風呂を作ってきてくれます。それはどうするかというと、七色の泡でお風呂をいっぱいにしたいと思います。七色ですよ。で、今ね、お風呂が空なので、ここをね、七色の泡でいっぱいにしたいということで、どういう風にするかっていうと、お店で売ってたやつで太い泡のなんか筒状のニョロニョロしたやつが作れるっていうキットがあったのね。それはね、お家にあるやつで作れないかなと思って、で、泡製造機を作ったので、これに食紅で七色に色付けしたシャボン玉の泡でお風呂を虹みたいにしたいと思います。イエーイ。そして食紅は何に使うんですか？シャボン玉液の色付けです。じゃあ準備していきましょう。泡って結構濃く色付けないと色が出ないと思うから、結構濃いめに色付けしましょうね。はい、じゃあパパにシャボン玉液もらおうね。シャボン玉液入れていきましょう。シャボン玉液なんだ。じゃあ最初はさ、原色の色から作ってこう。原色って何？原色は、混ぜないで作る。例えば黄色と青と赤は原色でしょ。あー、やっちまったー。うわー、すごい。スポンジの代わりに足をやってます。じゃあ色作ってこう。はい、適当。あ、もっと、濃くない？いや、混ぜたらそうでもない。なんか、顔みたい。えい。あ、なんか綺麗。えい。ボスベイビー。なんでボスベイビー？結構入れたね。いない？あ、シャボン玉の。え、7滴も入れちゃったんだけど。色の気をついてね。これで一回さ、色付きのシャボン玉できるかやってみよう。色付きじゃないよ。色付きじゃないね。これでやったらもっとマシだ。若いの泡出ると3滴、4滴。もうちょっと入れてもいいと思う。黄色いってもいいですか？いいですよ。黄色は薄いから多めに入れてね。トポ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 。わわわ、すごい。はい、こんぐらいでいいよね。なんか赤もちょっと薄いね。黄色はこんなもんでいいか。うん、オレンジっぽくなっちゃった。ここが失敗とわからないですね。そうだね。前にさ、ホームガンでさ、泡やった時も全然色出なかったもんね。あースプラッツみたいなやつ。そうそうそう、ちょっと出てる。ちょっと。じゃあ残りの3つは何色にする？あの時、あ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。おお、いい感じ、いい感じ。いきます。え、一つは白。うん、あー、ここに映っちゃった。あ、シャボン玉が割れると色つく。あ、ま、ママの T シャツ。オーマイガー。これじゃあオレンジ色作るしかない。あ、オレンジ、赤とさ、青で紫にしよう。黄緑色を作ってもいいですか？いいです。1、5。うわ、やっべ。うわー、まーちゃん手が洗って洗って。1、2、3、4、5。多分青は少なめなのが綺麗な紫になると思うけど、まずおーちゃんから混ぜてみよう。どんな紫になるかな。赤もちょっと多いと欲しいかな。でも、ぶどうジュースみたい。おじゃーもう色ついちゃう、壁にも。ほら、ついてるよ、壁に。なんか綺麗。ひまわりオリジナルグッズ売ってるよ。オリジナルソングもダウンロードしてね。1、2、3、4、5、6。はい、もう100に来るんだ。まぜまぜ、緑青が多かったかな。まーちゃんなんだね。黄緑になるかな。おー、あれ、お、あれ綺麗ではない。緑が強いね。でもここでちょっと、ここでちょっと黄緑だね。黄緑だね。思います。スポツスポツスポツ。いいんじゃない？いいんじゃない？めっちゃ入れてんじゃん。最後何色しよう。オレンジ。赤と黄色でオレンジ。一緒に。じゃあ私赤入れる。黄色担当。赤少なめね。赤に2にしようか。赤に。1。ちょっと黄色は6にしようか。1、2、3、4、5、6。
わっ、はい、また次オレンジになった気がする。めっちゃ綺麗。これもオレンジっぽいけど、こっちの方がね、これ太陽の色っぽい。太陽の色そうだね、ひまわりの色じゃない。あ、ひまわり。俺の心は俺ねえぜ。いやっ、画面外でやんないでそれじゃあやりますか。いや、準備は整った。ペットボトルで作った泡製造機は4個しかないから。2人2個、2人2個ね。はい、じゃあ準備整いました。じゃあね、パパ1つ、私たちが3個多分ね、大変だと思うからみんなで協力してやろう。パパ、パパ、赤っぽい気はするけど、ピンクみたい。おお、やっつけてた。はい。お、出た。お、出た出た出た。あんまり、あ、でもなんとなく違う。ほら、まとまってみるとさ、結構色違うよ。あ、すごいすごい、めっちゃ泡になってる。こっちの方がいいよね。そうだね。じゃあ次、私緑、緑やる。はい。緑はちゃんとなんか色ついてる気がする。これ住み分けできてる？できてませんね。パパね、黄色いきますか。はい、黄色。おー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 、じゃあすごいすごい。緑どうさん、かわいいよね。3人でさ、どれだけ長い泡のニョロニョロができるかさ、競争してみる？せーの。切れなければいいよ。あー、切れた。パパ、あー、パパ負け。ほら、まーちゃんなんか控えめだな。嘘、一発勝負なの？負けた。やっぱりさ、何回も息吹き引かないで、いっぺんに一息でいった方が綺麗なのができる。私、青やってみるね。楽しいんだけど。その3枚のパスタ、カタツムリ。あ、2枚追加したのいい感じだったら他のもそうしよう。じゃあ、私ちょっと黄色いきます。はい、おおおおお、なんか細かい泡出てる。ねえ、紫やってみる。うん、まーちゃん紫やってる。あ、疲れる。紫が一番綺麗かも。ほんと、こんな泡です。あれ、鼻についた。あ、かわいい。見て、泡泡お風呂。泡泡お風呂だ。これが本当の泡風呂だ。七色ならないな、これ。七色。とにかく、お風呂泡で満たそう。いや。いや。これは風呂いっぱいにするのちょっとひずいな、これ。マージャンおちゃんだって泡潰すんだもん。なんか秘密兵器。パパダメじゃん。私今ダメじゃん、全然ダメだな、これ。手につけて。ダメだ、これ使えません。ラッパですか？え、ホラガイ。ホラガイ。昔さ、本物のホラガイの音を目の前で聞いたことあるんだけど、めちゃくちゃうるさい。響き渡るよ。近くで聞いたらとんでもない音。溜まってんじゃない？あ、結構溜まってる、溜まってる。溜まってる、溜まってる。うん。もうちょっと頑張ろうか。せっかくだから。あー、あー、くら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 。どうぞー。結構いい色になってきたよ。ね。酸欠になる。たくさんできてできた。
てきた。うわすごい。髪。シャボン玉行きなくなっちゃったね。七色のお風呂です。はい。いやもう失敗じゃん。ほのか色見えるうわやっぱちょっとお風呂いっぱいにするのは体力的に無理だ。もっとね網目細かいものじゃないとこれで全然泡色がわからないね。じゃあまあ本当の泡風呂で遊んじゃえ。イエーイ。もうこのままお風呂入るんで。はい。一瞬で泡が消える。泡がなくなっちゃう。お友達。わあ、あなんかすごいのできた今。ちっちゃいのが中にいっぱい入ってた。そう。見る見る。おお。すごい受け止めた。ああ。すごいそれ。え、そういうやつなのこれ。おお。おお、すごい。おお、できた今。おお、そういうやつなんだ、すごい。上につくんじゃない、きっと。えい。おお、え、あ、割れた。おお、おお、おお。このね、シャボン玉のやつ、決して防水じゃないです。七色の泡よりこっちの方に興奮しちゃった。少なくなっちゃった泡、もうあっという間になくなりました。残念。今回の企画は失敗。ちょっとね。見て。よし。雪だるま。泡だるまでしょ、泡だるま。お、今すごいのできてる。すごいの、これ。わわわわ。わかったかな。カメラにつけちゃうぞ。めっちゃ遊んでるじゃん。お、お、すごいすごい。お、すごいすごいすごい。綺麗。割れた後も綺麗。お、おー。おー。10個ぐらい入ってない？いやいやいや。もういいっすよ。貸して貸して。じゃあもう終わりにしてシャワー浴びましょう。イエーイ。じゃあ流すぞー。シャボン玉風呂だ。頭の泡流しちゃおうかな。イエーイ。イエーイ。消えないよー。すぐ水じゃー。天国来るよ天国。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 天国からのはい、今日は七色の泡で湯船をいっぱいにしたかったんですが失敗しました。はい、ね、今日は失敗でしたけど、まあ今度石鹸でやろうかな。石鹸、今度もうちょっと改良必要あるんだな。改良必要ありますね。基本的に人で口で拭くのは無理。あー、酸欠になる。あれがの送風機であれば大量にできる。またリベンジしよう。いや、おお。まーちゃん、まーちゃん、今日どうでしたか？今日は泡で遊べてよかったです。まーちゃん、今日どうでしたか？天国と地獄が来ました。はい、またリベンジします。グッドボタン押してね。チャンネル登録もよろしくお願いします。ひまわりさえとあるじゃんけんぽい。イエーイ。今日はグーを出した人。勝った人は明日いいシャボン玉ができるかも。アブルに入れるかも。はい、これからお風呂入ります。イエーイ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。バイバイ。